アテネ国立考古学博物館のクーロスの頭部、典型的なアルカイクスマイルをしている。アルカイクスマイルは古代ギリシアのアルカイク美術の彫像に見られる表情。紀元前6世紀の第二四半期に例が多い。顔の感情表現を極力抑えながら、口元だけは微笑みの形を伴っているのが特徴で、これは生命感と幸福感を演出するためのものと見られている。 写実主義の視点で見ると不自然な微笑であるが、全時代に比べれば自然主義に近づいている。アルカイクスマイルの典型例として、有名なクーロス像は、クロイソスクーロスである。アイギナ島のアパイアー神殿で見つかった品種の戦士の像も、興味深い例である。アルカイクは古代ギリシア語のある種から派生した語で、意味は、古説に近い。古代ギリシア期を通じて、 アルカイクスマイルが彫刻が見られるが、広く彫刻されたのは、紀元前5世紀中頃から遡って2世紀ほどの間である。ギリシアだけではなく、エーゲ海周辺で広く見つかっている。アテネのアクロポリスで見つかったモスコフォロス。紀元前570年頃アルカイク時代はいかに、静止像に動きを与えるかが、造形課題であった。そのため、生命観の表現として、 アルカイックスマイルが流行したと考えられる。クラシック時代になり、直立不動の立像から、体重がかかるし足ともう一方の遊客によって、コントラポストと呼ばれる自然で、生命感のある表現が可能となると、アルカイックスマイルは自然と消えていった。アルカイックスマイルはまた、古代日本のアスカ時代の仏像にも見られ、 例えば、魅力膨殺ハンカシー像の表情はアルカイクスマイルであるとされることが多い。ありがとうございます。